先生、もうお昼の時間ですよ。せっかくのお休みなんだから、お散歩しましょうよ。今日の予定は何もないだろう。もう少し寝かせてくれ。先生がまだお眠なの。昨日僕が頑張りすぎちゃったせいですか？そうなんじゃないか。でも先生が欲しがるから僕も答えてあげなくちゃって張り切ったんですよ。気持ちはありがたいけど、これでも僕は人の体だからね。限界はあるよ。やっぱり溜まっていたのかな。もう少し新しいのもやってみたかったんです。でも気持ちよくないって言うから。だから正常位にバックに対面剤に騎乗位も。熱心なのもいいけど、しばらくは動けないよ。声も枯れ気味だ。気持ちよくなかったですか？とりあえず、今日はもう少し寝るから。先生ってば。寝てる。あれだけ起きろって言ってたのに、勝手なやつだな。先生。僕を起こしに来たんじゃないのか？そうでしたね。バサラも眠いんだろう？そんなことないです。多分。一緒に寝るか？
先生と一緒のお布団いいんですか？早くしないと締め切るよ。先生のいい匂い好き。毎日一緒に寝たいな。呼ばいするつもりか？呼ばいじゃありませんよ。先生がよく眠れるように僕が子守歌を歌ってあげるんです。逆に寝られなくなりそうだけどね。いい夢見られそう。このままずっとこうやっていたいな。バサラが作ってくれたご飯を僕が食べなくてもいいのかい？あ、それは嫌です。先生に食べてもらうために作ったんですからね。今日はこのままもう少しギュッてさせてください。いいですか？